34の夫である天使35の自殺により遺書の存在が判明し、上原孝子と阿部剛35が不倫関係にあったことが発覚した騒動で新たな情報が入ってきた。16歳でデビューしてから現在まで十数人またはそれ以上の芸能人と関係を持ち続けてきたことが判明したのだ。次から次へと男を取っ替え引っ替え、上原孝子は13歳でデビューした後16歳でダパンクの ISSA 当時20歳と半同棲状態となり、その後次から次へと男を取っ替え引っ替え関係を持ち続け、ようやく身を固める決意をしたのか人気グループ ET キングメンバー10との結婚を決意。阿部剛とダブル不倫。しかしながら上原孝子は10と結婚生活をしつつも俳優の阿部剛と不倫関係となり、それに気がついた10がショックを受け2014年に自ら命を絶ったのである。阿部剛は美人女優の中国人女性フーシーと結婚しており、ダブル不倫ということになる。上原孝子の恋愛記録は以下の通り。上原孝子の恋愛記録、16歳 ISSA ダパンプ半同棲、18歳ジェシーライズ、20歳山崎優太、21歳錦戸亮ニュース、22歳赤西仁カツーン、23歳山本浩二、28歳秋広、29歳天 ET キング結婚、31歳阿部剛、阿部剛との不倫が発覚し天自殺、34歳小宇和也今ここ、上記以外に報じられていない人物も存在するとの情報、遺書の存在が発覚して炎上。天使の遺族は上原孝子の将来のことを考え天使の遺書を公開してこなかった。そのおかげで上原孝子と阿部剛はマスコミからバッシングを受けることなく普通の生活を送れていた。しかし遺書の存在が発覚した今、この二人に穏やかな生活が訪れることはない。この不倫騒動どこへと向かうのか、少なくとも安心なんてないところだろう。ちなみに同じくスピードメンバーの今井絵理子も議員との不倫疑惑が浮上して大炎上している。二人とも同時期に不倫騒動とは、スピードには勢力旺盛なメンバーが多いのかも。何歳の時に誰とと書き出してるけど、間違いなく二股三股やってるだろうな。俺の番いつだよ、俺の後だな。ってことで世界中人類の再会ってことだ。惚れっぽいとこに来て当人も美形ならこんなもんじゃねえか。これだけの男と付き合ってんのに一番フィットしたのは点々なんだぞ。俺も並んでいいですか。半分以上聞いたこともない名前だな。言うても20人くらいやったら大したことないやんけ。今時の JK の方が経験人数で言うたら多いやろ。水商売の綺麗なお姉ちゃんも大抵こんなもんじゃねえかな。やっぱり沖縄女はこうなんだろうか。あれだけ美人で10人と付き合ったって全然多すぎることはないな。よく結婚したら落ち着くなんて言われるけど、男も女も結婚で遊び癖が治るわけないじゃん。結婚してからというか子供ができてから変わると思う？俺がそうだったしな。こういう女は一生こういう感じだよ。絶対に一人に落ち着かない。男渡りは凄まじいのに世渡りは下手くそなイメージ。自殺の原因とは別れててもう別人と付き合ってんのか。すげえ。顔がいいだけの人間ってろくな男引き寄せないからね。中身のある男性はそういうの選ばない。アイドルとかこんなんだぞ。搾取されてるやつは目を覚ませ。年取ると惨めなやつしか相手にしてくれないのね。そろそろお前らの手に届くぞ。自分の不倫で夫が死んだ後もペースが落ちてないこの男たちがただただ羨ましい。美人とはいえほぼ毎年男を変えてるな。ブスの嫉妬が炸裂するな。まともにプロポーズしてきたのが天君だけで、深く考えないで結婚したんだろうね。まあ子供の頃からあの世界にいたらおかしくなるだろう。こんなん見たら嫉妬と惨めさと怒りで気が狂うのもわかる気がする。奪い返してやるってならないのが情けないけどな。浮気した女を取り返したいと思う？取り返したところで意味がない。もう元には戻れない絶望感では。なら離婚すればいいのに。証拠あるんだから裁判でも勝てる。どのみち浮気されて自殺なんて情けなさすぎ。実に沖縄県民っぽい股の緩さ。ただの不倫で終わってた話なのに死人が出たからちょっと厳しいな。